し。Daddy.こんにちは。
このクエストをクリアしたら、私たち。うん。うわあ、すっごい眺め。だけどリアルにだって感動するような光景はあるよ。キリト君と一緒に見たいな。約束だよ。帰ったら一緒にいろんな風景を見に行こうね。なんだか教会みたいなところだね。うん、お祈りでもしたくなってくるよ。キリト君が浮気しないようにとか。
絆の神殿を訪れし者たちよ。来た。何時、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？あ、はい、誓います。よろしい、ならばその絆を示せ。儀式ってどうすれば起きるんだろう。指輪にも変化がないし。式だとして、誓いの言葉まで言ったということは、次にやることって。なんじら、神の前において夫婦たるの誓約をなせり。合ってたんだ。ゆえに我、神の名において何時らの夫婦たることを宣言す。神の合わせたまいし者は人これを話すべからず。指輪が金色に。キリト君、獅
ようよ。ステータス画面も見られる。キリト君、私たち。このクエストって結婚式クエストだったんだね。でもこんなところで結婚式を挙げられるなんて二人だけの秘密だね。それにしてもさっきの声、神の名においてって言ってたけど、神って…団長が仲人か。そうだね。私、キリト君と会えてよかった。うん。さてと、そろそろみんなのところに帰ろっか。